パブに集まってビールを飲みながら演奏するアイルランド音楽愛好家たちパブセッションは各地のパブのくつろいで打ち解けた舞台での音楽演奏や歌唱を指しそこで生まれる音楽はエールやスタウトビールの消費や会話と混じり合うミュージシャンたちはアイルランドイングランドスコットランド万島の伝統的な歌やチューンを歌い奏でる楽器としては主にフィドルアコーディオン コンサーティーナ、フルート、ティンホイッスル、イリアンパイプス、テナーバンジョー、ギター、バウロンが使われる。古来より、歌と、酒は同じ場にあったが、文字に記された証拠は16世紀まで断片的である。16世紀末に書かれた、シェイクスピアの、ヘンリー4世、第1部では、ハル王子とフォルスタッフが酒を飲みながら、トングと、ボーンズで演奏することについて議論している。 パブでの歌の情景の描写では、テニールスやアドリアーン・ブラウエルの作に良いものがあるが、ヤンス・テーンのものは特に素晴らしい。イギリスでは、1830年ビール天法がビールへの課税を廃止したことに伴い、すぐにたくさんのパブがイングランド各地に急増した。その数のピークは1870年代で、1900年以降は減少した。1850年代には、 たくさん作られていく学生歌や商業的な歌を集めた学譜集がヨーロッパ各地で出版された。最も有名なものはジョン・スチュアート・ブラッキーである。伝統的な歌とエロスのユーモアの混在は現在まで続く。アイルランドではアイルランドのセッションやダンスの音楽を1850曲集めたフランシス・オニール・ヘンさんのアイルランドの音楽が特によく知られ普及している。 最もよく知られている乾杯の歌の一つである茶色の小瓶は1860年代から記録されている。1908年よりパーシー・グレインジャーは民謡の録音を始めていたが、それは歌い手の本来の居場所であるパブではされなかった。1938年にエール・ロイドは当時勤めていた BBC を動かしてイングランド東部のサフォーク州イーストブリッジにあるパブ。 イールズフートの歌い手たちによる歌を録音した。1939年から1947年の間のイールズフートでは、嘘が騎士を元気づける、黒い目の船乗りたち、プリンセスロイヤル、ホギー・リュ彼女のエプロンの下で、楽しく喜びにあふれて、ブラックバードといった歌が歌われていた。驚くことに、それらの歌の一つに、アメリカのイいの歌である、貧乏人の天国、 り年頃から記録されている最古の歌手には、ウィリアム・ベルベット・ブライトウェルがいる。1947年、BBC はより多くの録音を行い、アングリアの歌と題して1947年11月19日に放送した。参加者のほとんど全員がその後の1950年代と1960年代にもいた。 アングリアの歌が放送された6年後、初めてのフォーククラブがイングランド北部ニューキャッスルアポンタインでオープンした。客層は平均年齢20代だった。パブセッションで演奏される様々な楽器フィドルは17世紀から優位を占めていた。メロディオンは1890年代に盛んになった。1950年代にはアコーディオンが優勢になり、特にそれは スコットランドで顕著である。1960年代にはギターはパブで最も頻繁に聴かれる楽器だった。今日ではとても多くの人々に楽器を買う余裕があり、合奏での演奏が標準になっている。ケルト音楽のチューンは各国で人気がある。イングランドデザインも同様ではあるが、しかしながらイングランドの音楽界は現在、ベローヘッドや エリザ・カーシーといった伝統的なイングランドの音楽を演奏するニューフォークのミュージシャンたちの登場とも相まってフォークリバイバルの大きな動きを楽しんでいる。何人かの人々はただビールのテントで集まって演奏し続けるためにフォークフェスティバルに行く。どのセッションにもどの楽器が何台まで受け入れられるのかというような自身の非公式な決まりがある。 いくつかのセッションは厳格なトラディショナルな楽器のみの決まりがあるのに対し他は誰がどんな楽器を持って現れても受け入れるセッション自体が比較的最近復活してきた現象であることからトラディショナルという言葉は大雑把に使われるブズーキのようにトラディショナルと思われがちでありながら実際のところセッションで用いられるようになったのは比較的新しい楽器もあるただし セッションにトラディショナルでない楽器を持参しようと思うのであれば、それが問題ないか、あらかじめ確認しておくことが賢明である。外して、フィドル、フルート、アコーディオン、ティンホイッスルの人数には上限がない。バウロンはアイルランド音楽のセッションではよく見られるが、多くのセッションでは一度にバウロンを叩く人数は一人である。ギリアン・パイプスはやはり、 アイルランド音楽のセッションでよく見られる。しかし同じバグパイプでもよりよく知られているグレートハイランドバグパイプは他の楽器を書き消してしまうためセッションでは使われない。音色の穏やかなマンドリンやバンジョー、シュターン、ブズーキは受け入れられている。ギターとアパラチアンダルシマーは厳格なトラディショナルな楽器限定のルールがない限りよくセッションで弾かれる。セッションには 望んだ人は誰でも参加できるオープンセッションと弾く人間が制限されているクローズドセッションの二つがある。一般的にはセッションのルールはとてもシンプルだがその内容はセッションごとに異なってくる。一般的にパブセッションは楽器を練習する場ではない。参加者は楽器を演奏する能力を持ち合わせていることが前提になる。いくつかのセッションは全面的に 楽器演奏主体であり、別のセッションは歌で人々を魅了する。新しい人間はセッションが始まる前に他の参加者に紹介するのが通例である。多くの場合、リーダーなり古くからのメンバーがその場の雰囲気を作り、セッションが円滑に進むようにしている。リーダーとは言っても旗目には全くそのように見えないことも多いし、リーダー自身がセッションを主導することを考えていない。 ことすらある。しかしながら、実際のところ、人間の力関係の自然から、セッションには常に、リーダーがいる。いくつかのセッションは、ラウンドロビン方式をとって座った位置から順番に、セットのリーダーを回しており、別のセッションでは特に順番を決めない飛び入り自由の、スタイルである。そして、セッションのリーダーは、どのようにこのセッションが進行しているのか注意を、払っている。 セッションには、その自由さや自然さによる新しい発見の要素が常にあり、それを期待し、自由さを受け入れる雰囲気が参加者全員にある。たった一曲の歌か数曲のチューンしか知らない人がいた。時に、それをあからさまに批判することは、品縮を買う。セッションは、すべての参加者が楽しむ機会であり、もしその人を、セッションのメンバーたちが受け入れているのであれば、 たった一人のメンバーの思いでそれを否定するものではない。イングランドとエールズでは2005年に2003年面許法が施行されたが、ではどんな演技であっても警察、消防隊、環境医学へ事前通知する義務があると解釈することができる内容であった。これに対して様々なグループによって多くの請願運動が行われた結果、法は 最終的に自然発生的なイベントや宗教的な行事を許可することとした。ありがとうございます。